はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はサムネを出しましょう。副賞特集ということで、 UR1000 になったらぶっ壊れになると予想した副賞の答え合わせという企画をやりたいと思います。今回はバウン力と北条氏康編ということです。はい、ということで、まずこの元になった、動画ですねを紹介させてください。これだったかな。次化けるのは誰だ、 UR から予想する次世代のぶっ壊れ候補たちという動画が、過去に上がっております。で、この5人、後ろのサムネになっている5人をご紹介させてもらった、動画がね、副賞特集の概要欄の方にね、アドレス貼っておきますんで、 URL 貼っておきますんで、まあ、そちらから、探していただければなと思います。で、この5人、僕が UR、 まだ MR がない時ですね、 UR を見て、まあ、この5人が UR1000 になった時、まあ、なかなか強いんじゃないかということで、まあ、予想させて、もらったんですが、まだ全員ね、まだ5人とも、5人ともっていうか、まだ5人中2人ぐらいかな、しか UR1000 になってなくて、まだね、これ全員来たら答え合わせ動画作ろうかなと思ったんですけど、なかなか来ないので、まあ、5人いっぺんにやるとやっぱ動画時間も長くなってしまうことですし、ということで、まあ今来ている2人ですね、をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、まずは、バウン力見ていきましょう。バウン力ですね。バウン力が、まあ割かし下の方だったかなと、思うんですが、いましたね。まあこちら、ゆるい日常アバ、バウン力ですね。で、こちらが、バウン力 UR1000 のスキルとパッシブになります。ということで、まあ、パッシブは、まあ、特にこれといってという感じではないかなというところですね。まあ、ダメージ反射が 40% あって、まあ、筋力値、HP 吸収、防御貫通と、まあまあまあ、普通の、パッシブスキルの並びかなというところ。まあ、反射がちょっと特殊ですけど、まあ、それでも大きい数字ではないので、まあ、そんなに変わった、パッシブにはなってないかな。よく見るパッシブの並びですね。で、アクティブスキル。優先的に残る HP パーセンテージが最も高い敵を5回攻撃しということで、5回連撃になっております。HP サーチの5回連撃。で、毎回 600% から 1200% の物理ダメージを与えますと。で、攻撃の、パーセンテージの範囲は、敵の残る HP パーセンテージが高いほどダメージ高くなりますよということで、で、毎回攻撃前、敵が有益状態の場合、100% の確率で有益状態を1つ解除、バフ解除ついております。で、敵が有益状態でない場合は 100% の確率で2ターンの間撃砕状態にさせて、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少ということで、まあ、バフ解除か、撃砕が防御ダウンのね、物理防御ダウンの撃砕というデバフ、どっちかつけれますよということになっております。まあ、これ優秀ですよね。まあ、ダメージ倍とか、まあ、クリティカルダメージっていうものがね、ないものの、確実に出るっていうものがないものの、バフ解除。まあこれはね、相手がいろんなバフつけてて攻撃力が上がってたりするのを解除できると。っていうのはまあ優秀ですし、で、撃砕というね、バフが相手についてなければ撃砕という物理防御力を下げる、デバフをつけることができるので、まあ実質こっちの攻撃力が上がっているみたいなもんですよね。まあこれはスキル1かなり有用だと思います。特に戦機無双とかね、相手のお城がね、もういきなりバフついた状態で始まるので、まあそのバフを解除して、もう、お城のね、城門を破壊するというところでかなり強いんじゃないかなと。で、対人でもね、連撃攻撃というところで、まあ普通に対人で使っても強いと思います。お城の攻めとかね、闘技場でも使っても十分強いと思います。そしてスキルの2番目。優先的に残る HP パーセンテージが最も低い敵を5回攻撃しということで、また HP サーチですね。さっきとは、HP がスキル1は高かったんですけど、スキル2は低いというところで、HP サーチの5回攻撃。毎回 600% から 1200% の物理ダメージを与えますということで、この範囲は敵の残る HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなりますよということですね。そして毎回攻撃前、敵が有益状態の場合は 100% の確率で有益状態を1つ解除。バフ解除、またスキル2にもついています。これ大きいですね。スキル1も2も、解除することができます。そして敵が有益状態でない場合はダメージが倍になる。今度はダメージ倍がついておりますんで、まあ、相手がバフ状態でない場合はこちらの攻撃力が上がりますよということになっております。まあ、やっぱ連撃なんで、まあ普通に対人では適正キャラクターになりますよね。
で、バフ解除、どちらもスキル1も2もついているんで、かなり優秀じゃないかなと思います。で、戦記武装なんかやっぱりさっきも言いましたが、特に役に立つと思いますね。はい、ということで、まあ、評価というわけではないんですが、まあ、わかりやすくこちらも作りました。バウン力、早見表の評価ですね。UR 戦になったバウン力がどれぐらい、僕が毎月やっている早見表で、評価されているかということに、いうところになると、A 評価を僕は与えています。うん、まあ、マックスが殿堂入りっていうね、A でも S でもアルファベットでもないというところなんですが、上から殿堂入りで S 評価、A 評価となるんで、上から、3つ目の評価となります。そして、スキル構成としては先ほど言いました、スキル1が連撃、でバフ解除か撃砕つけれますよと。で、スキル2が、もう連撃、でバフ解除ついてますよと。で、コンテンツの適性は、やっぱボスと対人。コンテンツに強いんじゃないかと。ボスもね、やっぱ連撃は、適正になってくるんで、まあ、特にボスが一人のうちはね、かなり強いと思います。そして予想評価というものがあるんですが、まあ、これは僕が UR から、UR 戦に、昇格した時に当たって、まあ、ぶっ壊れるんじゃないかっていう予想した点数ですね。なので、まあ、これが100点に近いほどぶっ壊れたということになりますが、予想評価は75点となります。まあ、ぶっ壊れたわけではなかったですね。残念ながらね。ただ、強い部類に入ると思います。普通に連撃で倍率も悪くなくて、で、バフ解除、ね、ついてて撃砕もつけれますよと。で、スキルにも、有益状態解除かダメージ倍ついてますよということで、かなり、有能なキャラクターなんじゃないかなと思います。まあ、そもそも早見表の評価で A っていうかアルファベット、または殿堂入りの評価がついているものに関しては、まあ、かなりいい評価を僕は下していると思うので、うん、なので、まあ、予想評価としては75点、まあ、ぶっ壊れまでいかなかったけど、まあ、結構使えるよね、というところの評価になります。はい、ということで、まあ、バウン力はね、一応75点ぐらいの評価かなという感じがします。まあ、僕の予想の点数なんで、バウン力の強さとは一切関係ありませんので、まあ、その辺はご了承ください、ということですね。はい、ということで、次行きましょうか。ということで、まず一回、評価の方を消させていただきます。そして、次なる副賞ですね。まあ、サムネにもあったんですが、こちらですね。北条氏康というところで、見ていきましょう。バウン力よりはちょっと前に来たのかな。そして、パッシブスキル。まあまあ、弓としては、わりかし普通かなというところですよね。物理会心ダメージ、まあ 50%。これは大きいかなと思うんですが。まあ、HP 吸収、物理防御貫通、命中値というところですね。まあ、専属武器の方は、まあ、そこまで見ていかないかなという感じ。まあ、普通の、パッシブです。そして、アクティブスキル。優先的に、残り HP パーセンテージが最も低い敵を4回攻撃しということで、まあ、こちらも HP サーチですね。HP が最も低い敵を4回攻撃する、連撃となっております。そして毎回 700% の物理ダメージを与えると。もう倍率も悪くないですよね。連撃で 700% なら。そして毎回攻撃前、敵が有益状態の場合 100% の確率で有益状態を解除。バフ解除ついております。敵が有益状態でない場合は必ず会心攻撃発生。これ強いですね。うん、今、現環境で火力が一番伸びるのは会心攻撃になるので、これ非常に大きいかなと思います。バフ解除か会心攻撃ですね。で、任意の敵を撃破した場合、すべての攻撃後、自身が蓄力状態にない、ターン数イコール撃破した敵数、攻撃力が 120% 増殖状態以上耐性が 100% 増加ということになって、まあ、撃破条件があるんで、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、撃破が取れたりしたら、蓄力というね、強力なバフに入ることができます。で、攻撃力 120% 増加、状態性 100% 増加というところで、まあ基本的にデバフになりませんよと。基本的ですけどね。昔は状態異常 100% あれば、もうほぼ状態異常にならなかったんですけど、今はね、状態性無視というね、新しい項目が増えておりますんで、まあそのせいでね、ほぼかな、まあ多分かからないでしょうぐらいまでになりましたかね。まあこの蓄力はまあおまけみたいなもんかなという感じがしますね。うん、攻撃力 120% 上がるんで非常に大きいんですけど、まあどうしても撃破条件なのでなかなか取るの難しいかなというところになります。まあ一応ね、4回連撃なんで、まあ先ほどのね、バウン力みたいな5回、または今強いと言われている、最上とかの6回、
よりは少ないですね。うん、まあ8回攻撃とかできる子もいますけど、なので4回はまあそんなに多い手数ではないですよというところになります。そしてスキルの2番目、敵6名に 600% の物理ダメージを与えると。まあこれ範囲攻撃ですね。敵6名に 600%。 全部の会心攻撃が発生した場合、追加で残り HP が最も低い敵に 1200% の物理ダメージを与えると。これちょっと日本語おかしいと思うんですが、これ全部の攻撃で会心攻撃が発生した場合っていうことです。で、追加で残り HP パーセンテージが最も低い敵に 1200% の物理ダメージが与えられますと。まあ追撃はこれは1人ですね。で、全部クリティカルって無理じゃないかって思うんですけど、攻撃する前、自分の敏捷値が敵より高かった場合、攻撃は必ず会心攻撃になるということで、これ敏捷値勝負で全部勝てば全部クリティカルになりますよというところで、まあやっぱり敏捷値の強化が必要になってくるかなと思います。まあ北条はね、まあもともと弓なんで、まあ敏捷値は皆さん鍛えるでしょう。投与した人に関しては。なので、まあそこをかなり上げて、すべての範囲攻撃ですね。で、クリティカルを取れれば、まあ、もう一回追加攻撃ですね。一人だけになりますが、1200% という高い、倍率の攻撃ができますよというところになりますので、まあ、スキルとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思いますが、ちょっとスキル1がね、連撃ですけど、4回連撃ってところが、まあ、ちょっと微妙なのかしらというところになりますね。はい、ということで、まあ、先ほども左に出したような感じでやっていきましょう。はい、ということで、北条氏康ですね。早見表の評価はランク外となっております。うん、ランク、まあ、B まで僕はつけているんですけど、まあ、B にも入れてないというところになります。まあ、C があるのであれば C ぐらいにはなるんじゃないかなっていう副賞ですよね。うん、決して弱くはないと思います。これランク外だからって弱いっていうわけではなくて、うん、ランク B までの副賞が、まあ、強すぎるんですよね。うん、なので、まあ、ランク外だから、今弱い子ももちろんいるんですけど、決して全員が全員弱いってわけではないです。そしてスキル構成ですね。スキル構成は、まあ先ほど説明しました。スキル1が連撃でバフ解除、または、撃破条件で蓄力に入ることができますよと。で、スキル2は範囲攻撃になります。そして、コンテンツ適性に関しては、やっぱりボス対人になるかなというところですね。まあやっぱり、スキル1が連撃な時点で、まあ、これは基本的に、ボス対人に、適性があるなというところ。まあ、スキル2がね、バウン力と違うのは範囲攻撃になるんですけど、まあ、バウン力より北条の方が、まあ、クリティカルに乗せやすいんで、ある意味、北条の方が火力出る可能性があります。うん。で、どちらもね、バフ解除、持っているんで、やっぱ対人では、まあ、かなり光るものがあるんじゃないかなと思います。そして、予想評価ですね。予想評価、北条に関しては60点ですね。正直僕もっといくと思ってました。UR 戦になって。うん、バウン力が今、75点ぐらいの評価をしましたよね。で、バウン力よりも正直北条の方が強くなるんじゃないかと僕は睨んでたんですけど、まあ実際来てみたら、まあ60点ぐらいかなと。まあ僕の中でのね、うん、北条はもっと強かったよという感じがしますね。なのでまあ評価としては、まあ僕の予想としての評価ですね。まあ答え合わせなんで、まあ僕のテストの点数だと思っていただければいいですね。まあ60点ぐらいかなという感じがしました。はい、ということで、今回はですね、北条と、バウン力、二人の答え合わせですね。過去にやった動画の、まあ僕の予想の、答え合わせをさせていただきました。まあこれからもね、まあ今予想動画っていうのが結構僕上げたと思うんで、まあこの中からね、また MR だったり、UR 戦だったりね、来たりすると思うんですよ。で、またそれが増えてきたら、まあこうやってちょくちょく答え合わせ動画っていうのを出していけたらなと思いますんで、動画が上がったら、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、ここまでお送りしたのはデフでした。おつです。